はい、皆様こんにちは。今日は山口神社さんいうところに寄らせてもらいました。丹波市ですね。ちょっと車の止めるところがわからないし、上までもしかしたら登れるかもしれないですけどね。まあちょっと今日はそこらにちょっと止めらせていただきました。はいね、ちょっと文字がね見えないですね。ちょっとな階段があるみたいですね。ちょっと上行って車で登れるかどうかちょっと様子見ておきましょう。まあそんな急な階段じゃないんでね、だからちょっと多少苔があるんでね、滑らないように注意しましょう。ね、ちょっと上に登ってからまたね再開します。はい、もう少しですね。ここ登ってきましたね。ちゃんと調子の水も流れてますね。どうやってるんでしょうね。ポンプで組み上げてるのかな。あ、どうやら向こうの道、砂利道ですけど、ああ、ところそうですね。車で。でもちょっと下が悪いからね。ちょっと車傷ついたりするかもしれないんで、注意してください。登れないことはなさそうです。よいしょ。うわ、古い車で。何武器や。はい。これ舞台ですね。うわ。何の神様でしょうね、これ。はい。うわ。うわ、こっち向いてびっくりした。千年杉があるわ。すごい、これ。あら、もう。千年ですか、これ。なんかあの、追手神社のもみの木で何年やったかな。うわぁ。これ、胴回りすごいわ。ねえ。まあ、私が立ってこんな感じやからね。うわ、すごい。これ大木シリーズやな。はあ、見ても下まで苔がね、これ。ご神木、いや、みんなお金置いてあるわ。山南町の指定天然記念物やって。あ、こっからも階段で登ってこないな。まあ、すごいすごい。これやね、やっぱり見どころは。ちょっとこの社殿もいいけど。これも、そうやね、流れ作りの変形みたいなもんやね、これ。前がカラハ風的になっとって。しかし、カツオギやらそういうもんがね、チギやらカツオギや。あの神様もちょっと不明ですね。お前犬さんね、それとちょっとこの織物見とこうか。立花みたいなあれがもんやね、これ。あの先が竜になっとんねんな。ねえ、彫刻も見ものやな。木花っていうのかな。よいしょ。
うん、なるほどね。透かし彫りされてるね。この木も大きいけどね、やっぱりあの線ね、次にはかなわんね。はい、こちらはまあ拙者か末者かありますね。はい、千年杉ここから落ちてみようか。ごっつ、ちょっとこれね、入らないねカメラに。ね、ちょっとこれ縮小しても入るかな。もうちょっと上の方まで縮小してみようか。まあいいですわ。皆さんも直にね来られてみてください。はい、そこから登ってきて、でも境内はちょっと車止めるのありやしね、そこらのどっか広いところに止めたらいいんじゃないですかね。はい、ということでした。本日もねご視聴いただきありがとうございました。千年杉にびっくりしましたけどもね、非常に落ち着いた静かな神社ですね。それではね、ちょっと神様のとこちょっとよくわからなかったんですけど、またよろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしたいですね。本日もご視聴いただきありがとうございました。